こ。ヤガミクミのヤガミクミの言うよ。この番組は厚みモータース、グッドホーム、関谷醸造、株式会社マルショーの提供でお送りします。皆さんこんばんは。8月1日月曜日、時刻は夜8時となりました。ヤガミクミのヤガミクミ言うよ、メインパーソナリティを務めますヤガミクミです。サブパーソナリティの宮脇莉子です。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は莉子ちゃんもね、はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はね、ここのね、近くで豊はしごナイトっていうイベントがね、お祭りですかね、まあ、はしごをね、する、まあ、お酒、美味しいお酒と、はい、美味しいご飯がね、たくさんあるイベントでございますよ。いいですね。皆さんぜひぜひ立ち寄ってみてください。はい、あ、早速ね、目の前で飲んでる方も結構いらっしゃいますねいや、いいな、羨ましい。はい、そしてですね、もうどしょっぱからちょっとここで番組からのお知らせをね、させていただきたいと思っておりまして、なんと、ヤガミクミのヤガミガミ言うよ番組特製ステッカーができました。イエーイ、イエーイ、ありがとうございます。いや、嬉しいね、可愛らしいね、ピンクはね、メインになってるデザインで、うん、可愛らしいステッカーね。はい、そこでですね、番組でメッセージを読まれた方の中から、私がですね、その中から選んで番組特製ステッカーをプレゼントしちゃいたいと思います。皆さん、どしどしメッセージよろしくお願いいたします。送ってください。お願いします。はい、というわけで始まりました、ヤガミクミのヤガミガミ言うよ。この番組は厚みモータース、グッドホーム、関谷醸造、株式会社マルショーの提供で、豊橋駅前にある FM 豊橋 84.3MHz サテライトスタジオココラスタジオから、夜8時から9時の1時間生放送でお送りします。サテライトスタジオということで誰でも観覧できますので、皆さんぜひぜひ来てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてこの番組は私八神久美が設楽町交流 PR 大使として、設楽町の情報を発信したり、リスナーの皆さんの悩み相談に乗ったり、私の趣味や、活動をガミガミ報告したりする番組になっています。もちろん番組ではメッセージ受け付けていますので、早速メールアドレスをリコちゃんに言ってもらいたいと思います。はい、お願いします。はい、全部小文字で ygg@843fm.co.jp。 もう一度言います。全部小文字で ygg@843fm.co.jp、はい、FM 豊橋専用のスマートフォンアプリからも直接メッセージを送ることができます。はい、843FM で検索をしてダウンロードしてみてください。テーマに合ったメッセージ、来週かける曲のリクエストなど、何でもメッセージを受け付けています。はい、懸命に何宛てかを書いていただくと嬉しいです。お願いします。はい、お願いします。はい、はい、それではですね、メッセージテーマ、今週のメッセージテーマを紹介したいと思います。これだけは負けない特技自慢。皆さんはこれだけは負けないぞという特技はありますか？世界には手が360度回せる人がいれば、水中で22分間息を止める人もいます。すごいね、これね。すごいです、無理です、うん、これは極端なね、まあ例ですけども、皆さんのこれだけは負けない特技を教えてください。またもしギネス記録を持っている方がいたら、ぜひ教えてください。ギネス記録持ってる人いるのかな？いや、知りたいですね。それでは、ヤガミクミが1時間ガミガミ言うよ。はい、今週の1曲目は疾走感ある夏の歌をお届けします。ウーバーワールドでシャカビーチラカラカラはい、聴いていただいたのはウーバーワールドでシャカビーチラカラカラをお送りしました。ヤガミクミのヤガミガミ言うよ。ヤガミクミのヤガミガミ言うよ。豊橋駅前にある FM 豊橋 84.3MHz サテライトスタジオココラスタジオから、ヤガミクミと宮脇莉子が生放送でガミガミをお送りしていきます。はい、メッセージは全部小文字で ygg@843fm.co.jp、 または FM 豊橋専用のスマートフォンアプリからも直接メッセージを送ることができます。はい、今日のメッセージテーマはこれだけは負けない特技自慢。テーマに合ったメッセージ、曲リクエストなど何でも受け付けています。はい、たくさんのメッセージを待っています。お願いします。お願いします。はい、ということでね、早速メッセージご紹介していきましょう。はい、いや、本当にね、今日も一日暑かった。名古屋は暑かったですね。ムシムシで本当にね、私はもう完全に熱中症気味になっておりますわ。あ、気をつけてください大丈夫です。はい、じゃあメッセージ紹介いきましょう。はい、ラジオネーム高人さん、
クーさん、お嬢さん、こんちゃら、こんちゃらってなんや。こんちゃら、こんちゃら、こんちゃら。特技とのことですが、僕はモンスターボールをめっちゃ正確に投げられます。エクセレント連発です。お、でもまだレベル8です。笑。でもやってます？やってますね。今流行りの。やってますね。ポケモン GO やってます？やってますね。クミさんも。私今レベル12ぐらいかな。すごい。いやでも12だったらまだもっと高い人いるから。いやでもこれね、エクセレント連発ってエクセレントなかなか出せないの。ナイスはまあ多いけど、うん、エクセレントって難しい。私エクセレント見たことないです。本当？まあでも始めたばっかだもんね、リコちゃんはね。そうなんです、3レベなんで。3レベ。はい。そう、難しいから、これはね、本当にね、すごいことだと思う。すごいと思います。いや、すごい、うん。ね。逃がしちゃいますもんね。大体ね。ポケモン、ポンって行っちゃって。そう、行っちゃう時あるね。みたいな。もくって、もくもくって煙が立ってね。いや、この人すごいですわ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いていきましょう。ラジオネーム、子猫の猫パンチさん。はい。クミさん、お嬢、スタッフの皆さん、こんにゃにゃちは。こんにちは。今日のテーマのこれだけは負けない特技自慢ですが、俺は小学校の時に給食を全部食べるのが異常に早かったです。へえ、すごい。特に意識はしていなかったのですが、男3人兄弟育てられたせいか、食事の時は弱肉強食で早食いに鍛えられてたみたいです。学校で早食いの噂はなぜか広がり、早食いの挑戦者とも勝負しましたが、結局負けを知らないまま小学生を卒業しました。すごいな。クミさん、お嬢は食事の時は食べるのが早い方で、早い方ですか、それとも遅い方ですか。それでは頑張ってください。クミさん、熱中症気味がひどいようなら早く病院に行って点滴を打ってもらってね。点滴を打つとすぐに楽になるからね。クミさんが心配で、ありがとうございます。ご心配ありがとうございますね。大丈夫、なんとかなってます。水分 さっきから結構なんとかなって大丈夫ですね。あ、でも食べるの早い方。いや、私もめっちゃ遅くて、あの給食の時は掃除の時間まで、あの後ろに下がってる感じの、はい、牛乳飲めないみたいな。あ、本当？そういう感じでした。いた、牛乳飲めない子。そうなんです、それでした私。なんか牛乳飲めなくって、そのだから前の方にこうね、飲めない子を置いてって、 で欲しい子がじゃんけんみたいな。じゃんけん大会ありましたね、給食。給食でじゃんけん大会流行ってたね。流行ってました、参加する人みたいな感じで。俺みたいな。あれはよかった。あれはすごかったです。私はなんだろう、普通にある分だけ食べて終了みたいな。あ、私は減らしてましたね。あーみたいな。あー、そうなんだ。いや、なんか小食だね、はい、食べるのじゃ遅い。でも遅いです、めっちゃ遅いよね、はい、だって私も遅い方だけど、隣でりこちゃんまだ食べてるみたいな。よくあるもんそれ。そうなんです、遅いです。ちょっと早食いのトレーニングをしたいですね。早食いのいるそれ。いいと思う。あの、ゆっくり食べることが大事だと思うよ。本当ですか。あんまり早食いは良くないからね。今のままでいいです。はい。うどんだけ伸びないように食べてください。そうです、ふにゃふにゃになっちゃいますね。で続いていきましょう、はい、ラジオネーム、ゆうきさん。クミン、お嬢、こんばんは。こんばんは。野球のイベント行きます。始球式って本当にすごいですね。あんまり緊張しないクーミンでも緊張していますか。あと練習とかしてるんですか。あ、始球式の話ですね。うん、そう、8月9日にですね、私始球式名古屋ドームで出させていただきます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ね、りこちゃんも来るんだよね。はい、私も行かせていただく予定です。その時にね、はい、一緒にね、あの応援しようっていうことでね、うちの、未来クール所属の、その子たちとみんなで応援するイベントもありますので、はい、皆さんぜひぜひ来てください、はい、よろしくお願いします。応援団頑張ります。はい、頑張ってくださいっていうか、はい、私が頑張ります。はい、頑張ってください。うん、でもね、緊張はねしないね多分。でもいざその場になったら緊張しちゃうかもしれない、うん、でも久美さん、あの球技得意そうじゃないですか。うん、得意じゃない。基本的にスポーツ全般できないもん。そうなんですか、初耳です。ダンスはできるけどスポーツができないから。でも練習は一応してるかな、ね、練習はしてる、練習はしてるけど、蚊に刺されてすぐやめる。この時期外だと。そう、いつも公園行って練習するんだけど、蚊に刺されてもうやめようって言って帰るっていうね。あるあるですね。あるあるなの。野球とかやる？野球やりませんね。スポーツとかやる？野球、あの高校の時の授業でやったんですけど。あ、やるね、はい、授業ではね。また違う方向に走ってきました。どういうこと？え、どういうこと？間違えてしまって。三塁行っちゃうってこと？そうなんです。はい、こうあっちに走ってって。打って三塁行っちゃって。違うよみたいな感じで。え、違うでしょそれ。はい、違いました。さすがにわかるわ。それは衝撃的だわそれは。そうなんです。もう。いや、面白い。いや、やばいですよね。びっくりした。なんかこんな面白い話がいきなり出てくると思ってなかった。うん、ネタ、そういうこともありました。ネタ提供ありがとう。続いていきましょう。はい。はい、ラジオネーム、ミュートさん。くーちゃん、お嬢、こんばんは。こんばんは。僕の特技自慢は、射撃と、軍隊式格闘技です。
すごいな、格闘術か、格闘術、僕に射撃は得意で、特に射撃は得意で、自動小銃などを使ったライフル射撃では 300m 先のリンゴぐらいの大きさの標的に当てられますよ。すごい、すごい。今でもお金を貯めて民間の訓練施設に通っています。いざという時に戦える人間でありたいのでいざってどういう時すごいね、すごいですね。いやでもすごい、すごい、300m 先の、 300m どれぐらいか分かんないけどでもリンゴ、300m 先のリンゴはだいぶ小さいと思うの、私の予想ね。小さそうですね。こんなぐらいしかリンゴ見えないんじゃないかな。多分ね、本当に人差し指と親指で輪っかを作ったぐらいの大きさにしか見えないと思うの。でそれを打つってすごい。でもクミさんダーツやられてるんでできるんじゃないですか、リンゴ。やろうと思えば。でもダーツ投げるのとやっぱ射撃は違うんだ ね。そう、感覚が違うから。でも射撃すごいね。でもね、何と戦うんだろうね。そうですね、どう対戦するのかなみたいなね。なんかでも今流行って、まあ結構前から流行ってることあるじゃん、なんだっけ、サバイバルゲーム、サバゲー、 ありますね、サバゲー、やってみたいです。ああいうのとか楽しそうだけど、やってみたいっていう気持ちは確かにあるね。うん、さあ、もうそろそろ時間かな。はい、それでは、次の曲いってみましょう、はい、先週リクエストいただきました A ピンクでリメンバーをお聴きください。お送りした曲は A ピンクでリメンバーでした。月曜夜8時から9時、八神久美のやーガミガミ言うよ。メッセージは yggg@843fm.co.jp、 またはアプリから 843fm で検索したら。クーさんのふむふむ聞くよ。ここからの時間はクーさんのふむふむ聞くよのコーナーです。私八神久美は設楽町交流 PR 大使として活動しているのですが、もう一ついじめ問題についても活動しています。小学校、中学校、高校なので切っても切れないいじめ問題。このコーナーではいじめについての悩みを抱えている方からメッセージを募集して、悩みを聞いてちょっとでも皆さんの支えになれればなと思っています。まあ、少なくとも私もいじめられた経験はありますので、ある程度、お気持ちはわかるつもりではいます。もちろんいじめ問題以外にもどんな些細な悩みでもメッセージ受け付けています。皆さんのお悩みをクーさんと一緒に解決していきましょう。はい、ということで、はい、メッセージ紹介いきましょう。お願いします。はい、ラジオネームゆうきさん、クーミーお嬢こんばんは。こんばんは。僕の今の悩みは口内炎です。僕はよく口内炎ができるタイプです。噛んだりしたらすぐに口内炎になってしまいます。口内炎をすぐに治る方法とか、あれを治す方法とかありますか。あとラジオのステッカー欲しいです。よろしくお願いします。わかりました、ラジオのステッカープレゼントしましょうはい初ラジオステッカープレゼントはい、僕の今の悩み口内炎ってことでね。口内炎私もよくある。ありますか。できる。私あんまできないんですよ。この前さ、もうね、その前の方でさ、ほんと唇の裏側ぐらいにできたっていうか、噛んでできちゃったんだよね、はい、もうボコってえぐれた感じの、うん、痛そう。そう、口内炎ってこう出来物みたいにボコって出てるやつよりもくぼんでる方の方が痛い。あるんですか。ある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 、全然ある、痛いの。もう痛すぎてもう仕事とかも集中できないからそう、ラジオの時もねそれができてたんだけど、もう全然集中できないから、もう急いで薬局行って薬買ってきて、うん、塗りっていうか、今シールみたいなやつがあって、貼ってその放置して、はい、っていう、あ、クミさん貼ってましたね。そう、溶けてくんだけど、そのまんまやつがあるから、もうね、それをね貼って、もうな、でもね、それ貼ったら確かに治るの早かった、いつもより。だからまあそれね、そういう薬局とか行って薬を買ってちょっと待つしかないね。試してみるのもありですね。あと口の中噛むっていうのはね、脳が疲れてたりとか胃が悪くなったりとかっていう証拠らしいので、ぜひね、体の体調の方も気をつけてください。はい、はい、ステッカーはねプレゼントさせていただきますはい、続いていきましょう。ラジオネーム自家製さん、クーミーお嬢こんばんは。こんばんは。私は今アルバイトでデスクワークをしているのですが、どうしてもお昼前や夕方ぐらいになると眠くなってきて、コーヒーに頼ってしまいます。あんまり習慣になるのは良くないと思い、コーヒーなしで乗り切るためにしっかりと睡眠をとったつもりですが、お昼を食べた後にやっぱり眠くなってしまって、結局コーヒーを買ってしまいます。
コーヒーに頼らず眠気を吹き飛ばすいい方法ありませんかね。ある？私はですね、コーヒーは飲めないので、コーヒーは目覚めるっていうのはちょっとわかんないんですけど。子供はい、子供です。あの氷を飲めるといいんじゃないですかね。頭がパッ、はい、氷飲めますね私。それ初めて聞いたかも。はい、眠気吹っ飛ぶ気がします。あとはすごいクールの効いたあの目薬をさすとか、いろいろ物に頼って。氷っていうのは初めて聞いた。はい、氷いいですよ。でも私がそのよく聞くのは、例えば運転してる時とか、はい、今も多分ねラジオ聞きながら運転してる方いると思うんですけども、うん、眠くなったら自分の好きな曲をかけて、あ、でそれと同時に歌うのが一番起きるって聞いたことがあって、それがだから一番いいかも。だからね、今運転してね眠くなってちょっと危ないなっていう人は、まあ本当はねどっかでね停車して休むっていうのが一番なんですけれども、まあね、どうしても急ぎとかね仕事で行かなきゃいけないってなってる人はね、ちゃんと自分の好きな曲をかけて、そうですね、歌ってください、はい、歌ってください。もしくは私のラジオを聞いて、あの曲がね、いい曲が流れたら一緒に歌ってください。はい、お願いします。お願いします。はい、続いていきます。ラジオネームあゆみさん、くみお嬢こんばんわん、こんばんわん、わん、わん。お悩みのコーナーで空手を続けるか相談し、アドバイスのおかげで続けることにしましたが、再び意気込んだのもつかの間、を足を怪我してしまいました。あ、お嬢、うん、お医者さんによると、お嬢って言っちゃった。私ですか。お医者さんによると全治1ヶ月らしいです。あらら、この運のつきついてなさはどうしたらいいでしょうか。うん、まあ運は仕方ない。てか運が悪いんじゃなくってさ、それはね自分でこう乗り越えなさいっていう試練だと思うよ私は。なんで黙る。いや、ちょっと考え私結構今いいこと言ったと思うけど、なんで黙った。そうですね。びっくりしたんです。うん、まあね、辛いことはまあなんだろうね、そんなに人生22年しかまだ経験しないけど、辛いことの方が多いですよやっぱり。そっから乗り越えてバネがね、バネのように。そうそうそう、そういうこと、うん、だから、ね、乗り越えるために今そうやってね、まあ運が悪いっていうわけじゃないんだけど、まあ運の悪いことが起きてしまったと。でもまあ自分がそんだけ好きなものだったりするのであれば、空手がね、まあ、前回も言いましたけど好きなものであれば本当にやると思うし、まあ今はもうお休みの期間だと思って、ね、なんか自分が飛躍するための充電期間みたいな感じで、だからしっかり直してからまた頑張っていけばいいんじゃないかな。うん、だからね応援してますよ、頑張ってください。応援してます。はい、応援してます。お嬢悩みとかある最近？悩みですか、夜暑くて寝つけないとかですかね。寝つけない。はい、クーラーかけててもなんかもうムシムシするじゃないですか。ああ、それはもうあれだね、はい、なんだっけ、除湿機っていうの。ああ、それをかけ て, ああいうのをかけるしかない。あと私の部屋に蜂が入ってきたんですよ。蜂？蜂がまだ退治できてなくてどっかにいますね。本当？はい、それが悩みですね。危ないね。危ないですよ。寝てる間とかに刺されちゃったらまずいもんね。まずいです。それがちょっと最大の悩みかなという。蜂って些細なことですね。結構、いや、些細じゃない。蜂は結構悩みだと思うよ。そうですよね。でかいと思うよ。はい。やばいね。退治頑張ります。何蜂？いや、この500円玉ぐらいの大きさで。スズメ蜂？ですかね。危ないね。危ないです。スズメ蜂は本当に危ないから気をつけて。はい、あれ、虫コナーズ的な、違うわ、虫コナーズを窓際にやったら逆に外に出ないか。そこに逆に外に出ないか。どうするのがいいんですかね。あの虫除けスプレーっていうかさ、殺虫剤とまではいかないけど、直接かけなきゃいけないから、うん、なんか部屋に入ってこないようにするスプレーあるから、蚊取り線香みたいな。うん、あのホームセンター行ってくださいまず。はい、行ってきます。うん、私の悩みは最近ないかな。なんかないですか？ないないない。お、悩みはない。悩みがないことが悩みですね。悩みがないしって言えば非常に頭痛がしていることぐらいかな。それは大変です。それはもう本当に水分を取り続けるしかない。この気候のせいもありますね。そうだね、名古屋すっごい雨だったの今日。雷がすごかったです。本当にそう、雷めちゃくちゃ鳴ってて雨がひどかったんだよね。やばかったです。ただその前はすごい晴れてて、手めっちゃある。晴れてて、そう、温度計見たら37度です、ね、まさかの雨が降るとは思わないような快晴みたいな。そうそう、まあでも一応天気予報では晴れのち曇りだったんだけれども、まあでもね、37度っていうお昼間はね、猛暑ですよ。まあ、それは熱中症になりますから、皆さん本当にね、これからどんどん暑くなるし、今日みたいな暑さ増えると思うんで気をつけてください。本当に、はい、水分しっかりとってください。矢神みたいになりますよ。久美さん、はい、じゃあそろそろね、次の曲いきたいと思います、はい、あ、くーさんのふむふむ聞くよね、終わりの時間になってしまいました。また来週、一緒にお悩みを解決していきましょう。
来週もお悩みのメッセージお待ちしております。もちろんどんな些細なことでも大丈夫です。メッセージは ygg@843fm.co.jp またはアプリから送ってきてください。以上、クーさんのふむふむ聞くよのコーナーでした。それでは次の曲参りましょう。マイケルメル…またお願いします。マイケミカルロマンスでウェルカムトゥーザブラックパレードを聴きください。お送りした曲はマイケミカルロマンスでウェルカムトゥーザブラックパレードでした。ヤガミくんのヤガミが言うよ。ヤガミくみのヤガミガミ言うよ。豊橋駅前にある FM 豊橋 84.3MHz サテライトスタジオポポラスタジオからヤガミくみと宮脇莉子が生放送でお送りしています。はい、まだまだメッセージ受け付けてます。はい、メッセージは ygg@843fm.co.jp または FM 豊橋専用スマートフォンアプリから送ってきてください。お願いします。はい、お願いします。はい、ここでですね、グッドホームさんからのお知らせです。緑の恐竜マスコットキャラグッディくんでおなじみ株式会社グッドホームはご自宅マンションの外壁塗装や屋根塗装雨どい工事まで住まいのことなら何でもお任せ、あなたの街の塗装屋さんです。外壁塗装屋根塗装をお考えの方はぜひグッドホームにご相談ください。ただいまグッドホーム夏の外壁塗装キャンペーンとして7月8月中にご契約のお客様は一戸建ての外壁塗装に限り施工金額を一律税込み50万円で実施させていただきます。グッドホームではお見積もりは当社を含め最低3社と比較してくださいとお客様にお伝えしています。グッドホームより施工実績信頼の大きな同業者様はたくさんいる、だからこそ地域一番の価格とどこよりも高い品質を目指し地域密着で営業しています。現地調査見積もり作成商談アフターメンテナンスまで社長自身が責任を持って行います。その上でご納得いただき初めて依頼をお受けしますのでご安心ください。お見積もりお問い合わせはフリーダイヤル 0120-976-171 またはインターネットでグッドホーム豊橋と検索してください。以上、あなたの街の塗装屋さんグッドホームからのお知らせでした。はい、緊張しました。はい、お疲れ様です。ということで続いて、はい、メッセージ紹介いきましょう。お願いします。ラジオネームゆっきーさん、はい、ありがとうございます。お仕事で使ってるマシンに貼ってお仕事したいのでステッカーください。ステッカー本当、じゃあお仕事使ってるマシンに貼ってくれるのかな。ありがとうございます。じゃあプレゼントさせていただきます。ゆっきーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。パチ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 はい、続いての、メッセージいきましょう。ラジオネーム30番さん、くみさん、こんばんは。こんばんは。今週は本当に苦戦しましたが、僕の特技誰にも負けないかどうか分かりませんが、やはりこの番組にしょうもないメールを送り続けることだと思いますのでこれからもできるだけしょうもないメールを送り続けようと思います。今夜も楽しみにしています。リコさん、ともども楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、しょうもなくないですよ。はい、この方ね、あの以前も何度か読まさせていただいてますけれども、いや、 やっぱり楽しいね、メッセージたくさんいただいてますので、うん、ありがとうございます。嬉しいです。そんなことないですよ、自信持ってください。はい、続いていきましょう。はい、ゆうきさんですね。はい、ラジオネームゆうきさん、いつも楽しく聞いています。8月22日の放送日は翌日は僕の誕生日なんです。できたら皆さんにお祝いしてほしいです。よろしくお願いします。あら、まだ先だね。でも21先ですね。来週じゃない、再来週、来週もっと前、もっとその次。うん、でもね、ちょっと早いけど、はい、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。だいぶ早いですね。うん、その時にね、このメッセージが読めてるか分かんないから、うん、先にね、お祝いしときましょう。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい。じゃあ続いていきましょう。あ、誕生日だからプレゼントしようかな、ステッカー。 おめでとうございます。じゃあプレゼントさせていただきます。イエイ、イエイ。続いていきましょう。はい、くーちゃん、さやぴこんばんはって書いてある。今日さやぴじゃないんだ。違います。お嬢なんだ。はい、ニックネームゆっちゃんさんですね。はい、早速テーマのこれだけは負けない特技自慢ですが、私は初めて聴く曲でも同時に一緒に歌える特技があります。
でも数分後にはメロディーや歌詞は忘れてますが、てんてんてん。いやでもそれね、いいよ、一緒にカラオケ行ったら盛り上がれるじゃん。でそう思うね。だよね。カラオケとか行くの？カラオケ行きますよ。本当に？あ、でもそうか、はい、歌うまいんだ、忘れとった。いや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 、それは置いといて。歌うまいんだよね。うん、いいじゃん。いやいや、でも音楽系だったら私耳コピが得意で。耳コピ？はい、聴いた曲をピアノで弾くのが得意なんです。それすごいね。はい、耳コピが得意ですね。ちょっと似てるものがあるかなと自分で。え、それはそのもう両手でもう伴奏状態で弾けちゃうってこと？そうなんです。なんか曲を聴くとそれをピアノで弾くのが得意。初めて知った。そうなんです。楽譜いらずじゃん。なんかあったら、いいね、はい、いいな、どっかで弾きたいなーなんて思ったりしてます。いや、それどっかでちょっとね、はい、公開しよう、公開しよう。あ、やったー。え、番組で、あ、番組で公開しましょう。本当ですか？いずれ番組で公開しましょう。え、嬉しいです。いや、いいじゃないですか、いいじゃないですか。練習してきます。お願いします。続いていきましょう。ラジオネーム84.3度の高熱さん、大丈夫？大丈夫？ナウですかね。ここのことだね、 84.3 っていうのはね。あ、そうそう、そういうことですね。歌のリクエストでゆいのサマーソングをお願いします。あ、いい曲来た、うん、いいですね、ゆいさんのサマーソング、はい、夏らしくていい曲ですね、うん、じゃあこれを来週ですね、ごめんなさい、来週かけさせていただきます。はい、ありがとうございます、はい、84.3 度直してくださいね。うん、続いていきましょう。はい、この方さっき言いましたね。はい、続いていきましょう。ラジオネームみーたん、あ、ピンクだ、大好きです、クーミンお嬢ありがとう、ハート、あ、いえ、どういたしまして、ね、前回ね、リクエストいただきましたので、はい、ご紹介させていただきました。続いていきましょう。ラジオネーム高人さん、クーさん、お嬢さん、こんちゃら、うん、こんちゃら。さっきもこんちゃらって言ったね。誰にも負けないかどうかは分かりませんが、僕のあの世界一有名なネズミのモノマネが得意です。ああ、はいはいはい。会社のみの、あ、会社のね、飲みのね、無茶ぶりとかでも使えるのとても便利ですよ。せっかくなので少し披露したいと思います。みんな夢の国へようこそって、あのクミさん、そこはそこはこれさ、それで言ってくださいよ。違うじゃん、これ私に真似させようとしてる文章じゃん。そういうのが伺えますね、その文章から。いや、ダメだよ、モノマネとかできる？できないです。ちょっと、まあ、できないです。一個欲しいですよね、ネパートリーとして。なんかないの？クミさんこと ないんですか？来るよね。ないんですか？待って、じゃあこのね、みんな夢の国へようこそね、頑張ってやってみる。いくよ、はい、せーの。みんな夢の国へようこそ。いや、絶対下手やん。しらける、しらける、困りますね、しらける、ほら、やめえや、やめえや、しらけるって自分でも言っとるわ、もう。練習しといてください。はい、はい、じゃあ続いて最後のメッセージいきましょう、はい、ラジオネームじゅんさん、くーちゃん、お嬢様、お嬢様、おー、くー、恐れ多いです、くーさま、くーさま、くーさま、さま、私もさまつけて、くーちゃん、お嬢様、こんばんは、こんばんは。ポコラスタジオにもポケモンいますか？あ、いる、いるよ。いましたね、さっきね。さっきね、やってたの。うん、いろいろ、なんかね、でも、そんなになんだろう、珍しいポケモンではなかったかな。あの、ポッポとかその辺かな。うん、うん、うん。コラッタとかね、コラッタとかね、もう、ね。いっぱいいますね。ネズミだからね、あんだけ多いんだろうね。はい。続いて、じゃあ、そろそろね、曲に行っちゃいますか。はい、続いて、はい、それでは、一曲お送りします。アクアタイムズで、等身大のラブソング。アクアタイムズで、等身大のラブソングをお送りしました。ここからの時間は設楽町インフォメーションのコーナーです。設楽町田口地区コミュニティ盆踊り、今週は設楽町田口地区コミュニティ盆踊りを紹介します。設楽町の田口地区にある設楽町役場の駐車場で8月13日14日の土曜日月曜日に設楽町田口地区のコミュニティ盆踊りが開催されます。ふるさと設楽に伝わる盆踊り、歌や手踊りを、住民の皆様や帰省された方々が一緒に輪になって踊る祭り。14日の日曜日には地元の若い仲間が集まり、出店や子供向けの催しを企画しています。14日は私、矢上久美も参加します。時間は13日土曜日は19時30分から、14日日曜日子ども向けは16時から、一般向けは19時30分か、あ、失礼いたしました。子ども向けは18時から、
一般向けは19時30分からです。設楽町出身の放送エリアの皆さん、お気楽にご参加ください。詳しくは設楽町役場、企画ダム対策課、電話番号は 0536-62-0514 までお問い合わせください。以上、設楽町インフォメーションでした。はい、番組からのお知らせです。八神組のやーがみがみゆうよスタジオ内特別観覧席募集です。毎月第4月曜日1名様にスタジオ内で特別観覧席の希望者を募集しています。観覧希望の応募をいただいた方の中から抽選で1名様をご招待いたします。その際の現地への交通費は各自でご負担いただきますのでご了承ください。詳しくは FM 豊橋の Facebook などでチェックしてください。以上、番組からのお知らせでした。はい、続いてまたメッセージの紹介していきましょう。はい。ちなみに特技ってさっき言ったやつだっけ、他にないの？他にですか、あ、一個ちょっとちっちゃいんですけど、アイスを食べるのが早いです。なんかさ夏じゃない時もアイスしょっちゅう食べてなかった？そうなんです、私アイスが大好きで、もう普通のご飯は遅いんですけど、アイスだけはもうポコポコ食べちゃいます。だよね、なんかすごい早かったイメージあるし、はい、すごい量食べるなと思っててアイス大好きです。あんなに早く食べてて頭痛くならない？いや、もう慣れましたね、もう体がもうアイスに、もう体冷えちゃうよはい、気をつけます。気をつけて。クミさんないんですか？私はもう本当にね、よく言ってるけど、ダイスぐらいだね。でも素晴らしいです。いや、でもね、上には上がいてね、プロがね、たくさんいるからねなかなか勝てませんわ。はい、じゃあメッセージいきましょう、はい、ラジオネーム、ロイステッカーさんですね。はい、ロイステッカーさん、先週に引き続き今夜もまだ夜ご飯を食べていないのですが、何かおすすめはありますか？ちなみに先日うなぎを食べました。おう、うなぎいいですね。うなぎ好きです。まあでもね、夏ですからうなぎもありですけれども、じゃあ今日はね、何食べようね。夏だからね、しかも今日結構暑かったし、何、自分だったら何食べる？冷やし中華。あ、いいね冷やし中華ありだね。冷たい冷麺とか。そうです、そっち系がいいです。わかるわ、はい、気分です。もう熱いものとかはいいですね。もう食べたくない、いらないです。はい、そう、私逆に食べたいけど、ね、なんか暑い日ほど辛いものとか鍋とか食べたくない。自分に厳しい自分に厳しいのかないや、辛いのが単純に好きなだけなんだけどもね。うん、じゃあね、はい、今日はリコちゃんがおすすめしたね、はい、ぜひ冷やし中華食べてください。食べてください、よろしくお願いします続いていきましょう。はい、ラジオネームバラさん、8月10日は僕の誕生日なのでラジオのステッカーが欲しいです。お、じゃあ お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。ステッカープレゼントさせていただきます。やったね、やったね。誕生日多いな、8月誕生日。8月多いですよね、うん、私は気のせいですかね。気のせいいや、私も多いって思ってるから多分気のせいではないと思うよ私も8月です。そうそうなんです。8月の何日なの？8月の18日です。 18? はい、18だからちょうど水曜日、お盆終わったぐらいか。そうです、お盆明けですね。お盆明けだよね。あ、木曜日？あ、木曜日、木曜日だ木曜日だ、そうか、誕生日か、おめでとうね。はい、ありがとうございます軽っ、おめでとうね、おめでとうね、じゃあなんか考えときます。なんか何かしらプレゼント考えときます。はい、ありがとうございます。いやいやいや、続いていきましょう。ラジオネームいっちゃんさん、誰にも負けない特技、クミおじょう、こんばんは。こんばんは。自分の特技自慢は食べ物の好き嫌いが一切ないことです。もういいことだ。すごい。何でも食べることができます。なので自分は世界中どこでも生きていけると思います。でも日本語が喋れませんが、お二人は嫌いな食べ物あり？ちょっと待って待って待って。その前にその前に、日本語喋れませんってどういうこと？日本語しかですね。日本語しか喋れません。あ、私の読み間違いだった。そうです。日本語しか喋れません。しかです。それは大丈夫。いや、でも虫とかも食べれるってことかな。そういうことありますよね。そういう私の大嫌いな鳩を食べるね、国もあったりとか。あ、鳩はね食べるよ。私一回、アジア圏内ですけれども行って、公園に鳩がいないと。で、そのまあね、観光会社の人かな、はい、まあ、がいて、なんでこの国は鳩が公園にいないんですかって聞いたら、いや、鳩は取ってみんな食べるからだよ。いやー、鶏肉だから結局。いやいやいや、鳩ですよ。鳥だよ。
いやもう世界で一番苦手ですね私は。ダメ、何がダメなの？あの虹色感と足が無理です。足はでもどの鳥も大体あんな感じだよ。でも虹色感ってでも鳩も結局虫、食べる時になったら虫っちゃうから、まあでも平和の象徴ですからね鳩は。食べるのよそうか。まあでもね、で虫はね私も結構食べたことある。虫あるんですか？虫あるよ。例えばムカデもある。ムカデ、ムカデある。ムカデも素揚げみたいなやつで食べたことある。ムカデの素揚げ。そう、あとアリもあるし。アリ、そう。あとサソリもあるでしょ。でマムシもあるし。クミさん、そう、ハチの子、ハチも食べたし、いっぱい食べた。アリのオムライスなんかすごかったよ。アリのオムライス、そう、まあね、あの番組の企画で食べたんだけども、ちなみにお味は、クリーミーなの。クリーミー。あれ食用じゃ、ちゃんと食用ありだよ、はい、食用ありで味がクリーミーなの。ちょっとミルクっぽい味がするのかな、うん、ちょっと興味ありますけど食べるのも勇気いますよね。美味しい、美味しい、美味しいけど見た目はちょっと、だって米がほとんどアリになった状態で、上に卵がかかっててケチャップ乗せて、うん、はい、オムライスですよ。まあね、あの隠されてるから中見えないじゃん。いやいやいや、すくったらアリみたいなね。ちょっともう今夜食べれませんねご飯が。大丈夫大丈夫、はい、美味しい美味しい、はい、すみません。こんな時間で終わって申し訳ないんですけどね。そろそろ番組も終わりの時間が近づいてきました。虫で終わっちゃいましたね。虫で終わった。はい、エンディング曲スティールアイの愛のままにが流れています。スティールアイの愛のままにですが、矢上久美がミュージックビデオで出演していますので、ぜひチェックしてみてください。はい、今週もたくさんのメッセージありがとうございます。全部紹介できなくてごめんなさい。豊橋駅前にある FM 豊橋 84.3MHz サテライトスタジオココラスタジオから夜8時から9時の1時間生放送でお送りした矢上久美の矢上久美ゆうよ。来週もたくさんのメッセージ待っております。はい、待ってます、待ってます。リコちゃん今日もどうでしたか？はい、今日も楽しい時間ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます、はい、なんか今日すごい静かだった気がする。そうですね、今日時間がゆったり流れてましたね。そうだね、うん、でもあれ今日ね、リコちゃん二つ結びなんですよ、珍しく。いつもね、あのストレートなんですけれども、どうしたの今日？そうなんです、あの雨で湿気で広がってしまいまして、はい、急遽あのこんな若作りスタイルとなっております。若作りスタイルですね、はい、今いくつ？そうなんです、今二十歳ですね。二十歳でしょ、私22だよ、はい、なんなら他にももっと上の人もあれにいるよ。嫌みかよ。すいません、若作りです。いやでもね、今日も可愛らしい姿でね、はい、リコちゃん、ありがとうございます。私は安定の、Gパンに T シャツでございます、はい、次は一緒にツインテールしましょう。頑張りますね、はい、22歳頑張ります、はい、今日の担当はメインパーソナリティの矢上久美とサブパーソナリティの宮脇莉子でした。それではまた来週もお楽しみに。矢上久美の矢上久美ゆうよ。この番組は厚みモータースグッドホーム関谷醸造株式会社マルショーの提供でお送りしました、来週もガミガミいっちゃうのでぜひ聞いてください。せーの、バイバーイ。